さあ始まりました。ゲーム実況の方ですけどもね、おお、とうとうこのチャンネルが動くわけですね。これ一歩目が分かんないんですけど、あ、分かんないですね。でもゴッドフェスが来てるということで、そうですね、早速ターボが4回弾けて僕3回弾けるので、はい、まあ、ただ強いの当てていこうかなと。最近マジでね、バズドラも復活してきて、そう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 、こいつのね、酔っ払った時にこいつが一番ハマったデュエルリンクスのデータを消しまして、そうそうそう、間違って消して、そっからもうパズドラしかやることないってなって、俺もパズドラをやってるって感じです。パズドラ大好きですから。俺は遊戯王もできるんですけど、はい、遊戯王は違います。もう遊戯王の話はしないです。しないです、ね、パズドラしかしません。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあもう早速回しますよ。とりあえず目玉見よう。目玉、あ、目玉ですか。お、コットン髪結びが欲しい。コットン髪結びが10倍なんていう。え、4回引いたら1回割らんじゃない。やばっ。ってか10倍って俺初めて見たよ。コットンだってあんま強くないし。あ、そうなんだ。紙結びよく聞くけど。じゃあちょっと紙結び狙いでね、当てていきましょうか。じゃあ君がね、当たるわけがない。いや、僕ね、最近持ってるから競馬でもめちゃめちゃ感じましたから。お願いします。よーし、いきますよー。俺もうね、俺はここで見れるからね。もったいぶらない、速攻で回す。ういー、えっ、こい、カモンカモン。おぉ、虹や虹や虹。雷神か風神だ、どっちか分かんないけど、さあ押してみましょう。どうぞ。風神だ。風神大勝利。めっちゃ強い。めっちゃやる気あかんじゃん。よっしゃ。コンボ吸収もう向こうだもん。うわっ、ダメージ吸収向こう。うわっ、もう最強じゃん。100万吸収、まあ、俺も一発やったのは持ってるんですけど。やば、めちゃめちゃ幸先いいじゃん。いいね、多分これで終わりですけどね。いやいや、そんなことはない。はい、じゃあコットンね。はい、コットンコットンコットン。おぉ、え、嘘でしょ。そうなるよ。もう怖っ。お前なに豆の実なんとかでしょ。えぐい、やばいよお前。両方だって別弦の後ろ。けど確かに虹だもんね。えぐい、えぐい、やばい。怖い。こんな髪引きある。え、こうやって、待って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 、来てるぞ俺。え、これえぐいって、やばいな、マジで。俺こいつ欲しいもん。うわ、結構だ、テンプレパとかに入ってくるから。そうなんだ、豆の実流れし。え、やばい。お前がこんな髪引きしてるの見たこと。え、競馬からめっちゃいいの来てんの。じゃあね、コットン行きましょう。そろそろコットン、マジである。え、いや待って、怖い怖いわこれは。誰か友人じゃね。ロイ、怖い。お前待って待って、やばい、大丈夫これ。なんだこれ、俺は俺死ぬんじゃねえのこの後。え、こんなのあんの。めっちゃ不思議や。虹、ほんと死ぬね。それか、この10倍のやつがもうめっちゃ神なんじゃない。そう、え、だってでも10倍だってコットンとかだけでしょ。あ、そうなんだ。5倍で、ね、3個で、3連続星6ってあんの。ありえん、ありえん、ありえん。ちょっと運良すぎてマジで怖い。雷神とか俺まず持ってないからめっちゃ欲しいの。とドロップあれでしょ、ドロップロックで除外するやつでしょ。そうそう、ロック解除のやつで、オールドロップチェンジでしょ。そう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 。いけ、まあね、まあ、逆に落ち着くみたいなのか。はい、よかった、言います。確かに全部フェス弦。なんだこれ。え、すごい、フェス弦、ボールフェス弦、すげえな。ちょっと待って、パニックってきた、パニックってきた。一旦ちょっとあのフェス弦かどうかだけチェックしてください。ちょっと怖いです、これに関して。パニックってきたわ。怖い、これはやばいぞ、マジで。だってメタトロン、はいはいはい、風神雷神、アメラミアで甘かったし。嘘でしょ。 100% だ。4分の4がフェス弦、すげえ。しかもこっちはただのまあ5倍だけです。はいはいはい、やばい。待って、超ずるいんだけど。ちょっと、え、だって風神雷神を1日で当てるやつ俺がいる。え、いや、待って、結構割と嫉妬してる。やばい、俺はね、だって、ね、俺雷神とアメノミとあのネイ、ね、これが欲しいのよ。あー、ね、あ、パイモンってこれフェス弦なんだ。俺はこの前来てなかったけど。いや、これちょっと YouTube 史上一番すごい弾き方なんじゃない。びっくりした。ある、こんな弾き方したやつ。4回弾いて全部フェス弦だよ。いや、ちょっと次僕編に行きまーす。よし、行きましょう。やばいって。はい、ということで僕編でございます。さあ、次編でございます。僕はもうこの通り662ランカー、まあ多分もうランクは高いんですけど、ランクで。僕はもう結構ね、大学生の時課金してたんで、モンスターにめちゃめちゃ持ってる。めちゃめちゃ強いです。あ
マジで俺アメノミとかめっちゃ欲しいから。さあこの流れに続けるのかというとこですよね。はい、やっぱりいきます。よし、いけ。3回ですか。アメノミねえねえねえ、まあ別にコットンとか着てくれてもいいんだけど、とりあえずね、虹おお、やっぱお前のおかしかったんだよ。かわいいかわいい、あ、出すぎんだろこれ。シトリーシトリーオータリングシール、いいね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 、かわいいかわいい。うわ、フェス限定だけで上がるこの感触。まあ確かにね。うわ、素晴らしいわこれは。虹当てないで、やっぱり虹フェス限率高っ、高いね。課金指定はいやーす、ね、入れるか虹。おおあといらねー、あとこれはこれはガラクタですね。ガラクタでしか、ディアデブはガラクタ。まあ、プラス要因として取っておきましょう。あ、まあ、そうだね。あ、もう待ってよ、あと1回しかいけない。これはもう最後に全身全霊力を込める。全身全霊の力を込めます。よし、いけ、いくぞ、いけ。ねえ、コット、星の決め付け、ネジ。うーわ やばい。あお前もフェス芸落ちやん、お前に関しては。落ちたフェス芸来た。お前がやばいの、今証明されて。確かに。お前マジでやばかった。俺マジでマジで意味わかんない。今一番運いいわ、人生で。ほんとなんか車の事故とかで知らないように怖い。この後すげえ不幸なこと起きないから俺まで怖い、なんか君が死にそうで。いや、運良すぎるぞ。暇つぶしに、じゃあ20年友情ね、本当に暇つぶしだな、これ。だってあれでしょ、なんだっけ、シンガポール。知ってる人がほとんどだと思うんですけど、ちょっと最近僕がタワーから教わったちょっと裏技みたいなコツというか。お、なんでしょう。このね、前までさ、なんか、なんだっけ なんかフレンドだけで行ったらなんか石もらえるみたいなのあったじゃないですか。あチャレンジモード、そうそう、いつの間にかチャレンジモードが3体編成に変わってて、あー、はい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 、これ一番下に行くとそれできるんですよ。ここ3体でやるってやつなんですけど、それをまあこれ1個全部やると、うん、石をもらえるんですよ。だからこれで、これ全然僕知らなかったんで、石集めが、うん、まあできてるんですよね。あ、しかもこのね、リーダーとブレンドをね、家具室にするんですよね。そうそう、そうすればもうすぐ終わりますから、もう適当な色消すだけでこんな感じで、そうそうそう、もうアホみたいに倒せますから。うん、10月のクエストダンジョンが終わってやることねえぜって人はこればっかやってたら、もう石も速攻溜まるっていうわけですよ。これバーゲンですよ。これバーゲンですよ。これで石を貯めればまたゴッドフェス引けると。おー、で待って、マジでうぜえ、気持ちいい。お前が意味わからなすぎてうぜえわ。気持ちいいったらありゃしない。今のはおかしいでしょ。やっぱズドラ最高だ、楽しい。ちょっとね、僕フレンドね一旦整理したんで、おこれみんなあげ、みんなあげ、誰かフレンドになりたいって言いましたら僕に送ってもらえれば。フレンドめっちゃ多いね、170人。親友にしてくれる人じゃないと僕は嫌なんで。おぉ、コットンって可愛いだけか、多分。そんなに強くはない的な、強くはない的なんですよね。あ、でもみんな新モンスター欲しいからね。で俺これ欲しい。あ、出た、イデア。どこで出てくるの、これ欲しい、マジで。これフェス限じゃない、もう見た目的にフェス限っぽいけどね。じゃあフェス限に選ぶと、もしもし、なんだろう、あれの、あれじゃない、日替わりに変わるんじゃない、それ。あ、もうレア中のレアね。ヒカキンさんがフレンドにいますね、これ。お、え、マジで、ほんとだ、ヒカキンさんだ。削除した削除した、89日前だったんで、もう削除しました。いやー、全然やってない人ばっかよ。懐かしい。やらない人はもうね、削除しちゃうんで、皆さん気をつけてください。これパズドラあるあるだね。もう1週間2週間やってないとグレンド切りたくなっちゃうっていうパズドラあるあるですね。でこれやらないとグレンドさ出てこないんでしょ。出てこない、出てこない。本当にね、グレンド人は無駄にしてるだけで。脇が受験生って名前の面白い人。こういうゲームは名前センスある、人センスある。それではセギノールのロールなんですけど、セギノールっていう野球選手がいたんですよ。あ、そうなの。そうです。それだけです。普通になんかボケてたかと思った。セギノール。ということで今回はもうターボがスーパー神引きをしたということでね、勝った、俺この勝負に勝った。
いやちょっと悔しかった。いやもうこれからねゲーム実況チャンネルバンバン出していくのでぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとやってほしいゲームバンバンコメントしてくれれば、そうですね、僕それたちやるんで、あと FPS 結構僕好きなんで、確かにこれやってってやつあればすぐ買ってきますんで、おー飛んでターボも BO3 はちょっとできるんで、ちょっとぜひ見ていってください。はい、それでは皆さんさようなら。さようなら。最強。